はい、皆さんこんにちは、チャレさんです。はい、いつも元気にバイクでチャレンジ、チャレさんです。イエイ。はい、なんか変だったな、まあいいや。はい、今日はね、2月の6日の日曜日かな。はい、小雪ちらつく中ですね、あまりに寒い日本列島なんですけれど、バイクに乗りたさが去ってしまいまして、はい、ちょっとだけでも乗ろうと、はい、走り始めております。これぐらい気温が低いとですね、はい、クールエンジン調子がようございます。はい、実にこう穏やかにまったりと走るわけでございますが、今日の雑談トーク、はい、何をお話ししようかと言いますと、はい、CB ならではのちょっとマニアックなお話、はい、をしてみたいと思います。っていうのは今日のテーマはね、油温、オイルの温度のお話でございます。はい、と言ってね、チャールさんのこの CB には、シビコちゃんには油温計はどこにもついておりません。はい、まあ、必要がないと思っているのが事実なんですけれども、はい、そのない必要がないっていうんじゃなくて、僕にとって不要ということだと思ってもらえればいいのですが、はい、数字って見えるとめちゃくちゃ心配になるんですよ。はい、今ここにね、あの充電ここにするために、USB の電源取ってますけど、これスイッチ入れるとですね、今 14.2V っていう電圧が出るんですけど、はい、これがね 13. いくつとかで落ちるとね、めちゃくちゃ不安になるわけですよ。ライトとかつけると 13. いくつになるのは当たり前なんだけど、見えなきゃ気にならないものも焦るの周り弱くなったなとか、あれバッテリー減ってるかなとかって、そういう感覚的なもので済むのが数字見えるとめちゃくちゃ気になるんですよね。特に、こういう冬場とかね、寒いとバッテリー弱るじゃないですか。弱るってことは周りが悪いわけなんですけど、バッテリーのセルの周りがね悪いわけなんですけど、それがバッテリー自体の劣化なのかなって気になってき始めちゃうんです。数字が見えると悲しいから。はい、でそれが、油温も同じことで、僕は、油温が見えると多分ね相当気になる人だと思います。意外と神経細かいですよ。大雑把なところもあるようだけど、そういうところは読むように神経細かいんですよ。で、じゃあその油温の話、何を元にするのっていう話なんですけど、結局ね、冬場ってね、オイルね、あのブリーザーパイプの中で乳化するじゃないですか。うん、するんですよ、結露とかするから。はい、それでさっきもちょっと後ろからねブリーザーホース見たんだけど、夏場だったらこうもわ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 っと出てくる、ブローバイがね出てないんですね。はい、出てないってことはどういうことかっていうと、どこか結露してるわけですよ。結露して詰まってマヨネーズみたいな乳化したやつができてるわけですよ。はい、おそらくね 1A バルブをつけたから、多少なりともね乳化は減ってるとは思うのですが、それでも完全じゃないよね。はい、ということで、気になるんだけど、それはオイルの油温が上がればそれ溶ける話なんだけど、冬場ってオイルの油温上がんないんです。なぜかっていうと、路面温度も低いし寒いから、沿岸沿いをこういう回転数でまったり流すじゃないですか。3000回転ぐらいとかで、3000回転ぐらいの、回転数で走るともう油温上がんないですよ。クールエンジンのフィンでエンジン冷やすのも十分冷えてるし、それになおかつ僕の場合は、CB の 1100R の13段のオイルクーラーついてるんですね。はい、ああそう、オイルクーラーの話をすると、 CB の 1100R が13段、 1100F が11段、ぐらいかな。で900が4段とか5段とか、そんなちっちゃいやつですよ。うん、なので、コアの数ね。で13段のでっかいやつがついてるもんだから、冷えすぎるんですよ僕の場合は。これ1100とかの
エンジンのバラしたやつとかの画像をどっかで見てください。シリンダーとシリンダーが競ってる、いわゆる排気量は違うのにシリンダーピッチ、シリンダーのセンターが一緒なんですよ。いわゆるクランク幅が一緒なんですよ。 CBF シリーズで700も900も1100も、なので、シリンダーとシリンダーをもう競ってるんですね。1100って、CB の7班はシリンダーとシリンダーの間が結構空いてるもんだから、スタッドボルトなんかが見えてそこの間、前から覗いてもらえば分かるんですけど、後ろ側に空気抜けるぐらいのスピード、隙間があってフィンが切ってあるんですよ。それが、1100はない。それぐらい、熱を持つのでパワーももちろんありますし、熱を持ちますし、なおかつストロークも900から上は長いですよね。ストロークが長いっていうことはピストンスピードが速いっていうことなんですよ。ピストンスピード同じ回転数でもね、ピストンスピードが速いってことは摩擦抵抗数も大きくて熱が出るってことなんですよ。でそういう、さまざまな事情から 1100R っていうのはパワーを出すためにオイル管理、オイルの温度を下げるために、走行中の大きなオイルクーラーと強力なオイルポンプをつけてます。それつけてました。それをそのまま流用しちゃってるので、オイルパンもオイルポンプもオイルクーラーも1100のものを 750cc なのに流用しました。カムも1100を流用しました。高回転高出力もね、もうだからその辺を、混ぜこぜに使ったものだから、こういう冬場のまったり流すときに油温が全く上がらないんですよ。暖気運転してるしてこう温めても走り始めるとすぐ冷めちゃう、なので、オイルクーラーをもう目つぶしします。はい、冬場は、はい、この12月1月2月っていう季節は、何かで蓋をします。いわゆる風が抜けなくして油温を上げる努力をします。逆に夏場は油温が上がっても走り始めると下がるので、オイルの劣化、いわゆる温度による劣化がそんなないと思うんですね。まあ、これを数字で表してみたらいいのかって話なんですけど、いや僕は数字そこいらんわって思ってて、気になり始めると多分ね、これオイルの温度何度か今分かったらね、怖くてエンジン回せないよ、って思うんですね。だからどうだったらいらんって、で、まあそれでそんな管理で大丈夫って話されても困るんだけど、実際もう40年以上こいつ動いててまだ壊れてないところを見ると、壊れずに今走ってるところを見ると、あながち悪くはないんだろうと思うんですね。だから冬場はもうどっちにしてもエンジン変えてあげること少ないし、路面温度低いからね、パワーガーンかけるとねタイヤ滑るよ本当、下手なところでやると早朝とか全然グリップせんからね、この夏場と違って、3割引きぐらいに考えた方がいいからね、だからそういうことを考えると、やっぱり、ウーバーこうやってまったり流す海岸沿いをね、寒くないって言っても寒いわけですけど、こういう場所を流すことが多いので、それも3000以下、で走るとやっぱりオイルの管理としては目つぶし、オイルクーラーに目つぶしが必要になるよねって、僕の場合っていう感じね。まあそのなぜそこまでオイルの油温とかっていうものを気にするかっていう話なんだけど、やっぱり空冷エンジンってオイルの管理が一番大事だと思うんですね。でまあその熱変化をが少ないオイルっていうのが高級オイルあるわけですよ。化学合成オイル、化学合成 100% オイル、はい、もういろんな種類出てますよ。それはもうネットで調べてください。リッター3000円ぐらいのオイル山ほどありますから、はい。でそれがを使えばオイルのその油温の変化に対して、気温や油温の変化に対して安定していていいだろうっていうことかというと、あながちこの手の古いバイクにはそれがいいとも言えなくって、僕は CB には半化学合成オイルもしくは鉱物油を使うようにしています。なぜかというと、もう組み付けそのものがね、昔の空冷エンジンだからクリアランスっていうか、もう交差がでかい
ですよ。うん、同じように規定努力で締め付けたとしても、で、あの今はね、今のエンジンってピストンのが深淵じゃないんですよ。この時代は深淵かもしれないけど、今の時代はね、ピストン深淵じゃないんよ、あれ。で、楕円かってたら言ったらもうおかしいんだけど、結局ピストンピンがあるところとかスカートがあるところとかと、あの膨張率が違うじゃない。そこもちゃんと計算に入れて、微妙にこう、今の例えばチェンダボとかあのクラスですよ、のピストンはそういう設計をされてるんですよ。だけど僕らの時のこの40年前はそこまでやってないから、まして空冷だからピストンクリアランスガバガバだったりするわけですよ。そうすると、100% 化学合成オイルでめちゃめちゃこうマイクロの世界で分子のちっちゃないいオイルだったとしても、無意味なんですよね。でむしろガスケットとかの締め付けのちょっと緩いとこからにじむとね、そのにじむとこが通路になってね、オイルにじみ、オイル漏れの元になりかねんっていうぐらい、高級オイルは必要ないと思います。逆に鉱物オイルを、豆に交換した方がいい。で、僕の CB の例えばこのエマのエンジンなんですけど、すでに最後のオーバーホールをしてからもう9万キロ近くが経とうかとしているんですけど、まあ、未だに元気よく、バラすことバラさずとも良い、まあ、多少オイルにじみ箇所が出てきたんだけど、まあ、それはもう目をつぶっていて、漏れてどんどん減るっていうわけでもないから目をつぶれる範囲でいるんですけど、組んだ時ね、ワンマーアイセコっていうピストンを組んだんですけど、ピストンクリアランスっていうのがあるんですよ。ピストンと、シリンダーのを測って、きちんと正確に測って100分の4とか5とかの、ピストンとシリンダーのクリアランスでボーリングをお願いしたんですね。はい。だけど、上がってきたものを計測するとですね、100分の6とか7とかあったんですよ。いや、これはちょっとねーって、大きいねーって、ガバガバじゃんって思いながら、じゃあどの程度が、使用限界かっていうと、100分の7とか8とか、8とか9かなぐらいいくと、もう、ピストン変えなさいっていうのが大体、定番、普通の感覚なんですよ。それぐらいが、まあ、もうピストンを交換しましょうねっていうのが、まあ、一般的な話ね。でそれに近いとこにあったわけですよ、新品を組んだのに。ボーリングの状況が、どうするって言いながら、まあ、そのまま組んだんですけどね。で9万キロ経ちました。はい。どっかでオイル上がりしたりオイル食うんじゃねえかと思ってましたけど、そこまでひどくないのと、むしろクリアランスが大きかったことによって、多分エンジンの回転が軽いんだと思うね。あれ、自分でピストンをシリンダーに刺したことない人は実感ないかもしれんけど、こんなにきついのっていうぐらい動かんからね。100分の4とか100分の3とかぐらいのピストンクリアランスだったら、これ自体がもう抵抗じゃないって思うぐらい硬いからね。それがちょっと緩かったんですよ、僕のやっぱクリアランスが大きかったから。その分オイル食います。はい。微妙に食いますっていうのが思ってた。でもそれはどんな時食うのって言ったら、通常では食ってないですね。まあ、ものすごく灼熱の時にエンジンガンガン高回転回したら食い始めます。はい。なのでそこのところが分かっていたので、オイルの管理はそういう管理をしてたわけです。
だからこういうさ一瞬加速してるように見えるけれど、今ブンブンブンって言って、でも3500ぐらいまでしか回してないじゃないですか。そういうのってほとんどオイル食うようなレベルの話じゃないんですね。ピストンクリアスがでかかったからといって、だからといってピストンの打音も聞こえるほど言ったらもうアウトなんだけどね、だけどそういう感じであるので、じゃあ圧縮比が低いかっていうとそんなことないですよ。100分の5とか6とか7とかでちゃんと圧縮かかりますから、そういう、ことがありまして、僕は基本的にはその燃やすにしても鉱物油の方がいいだろうなと思ってたわけですよ。はい、燃やすというかいわゆるこうオイル上がり的になるにしても化学合成のオイル燃やすよりか鉱物油でいいだろうなと思ってたわけですよ。でそういう、ことも、踏まえてね、オイル管理っていうのをこのバイクにはしてきたつもりです。です。はい。もう具体的にそのプロの管理じゃない素人管理だけども、それでちゃんとこうオーバーホール後9万キロ万の問題もなくですよ。だから高速道路をね7000、8000を回転上げたりしながらこう追い抜きを繰り返しながらね、まあちょっとした口で言えないようなペースで高速道路を 400、500キロ走るとね、あの帰ってきたら 500cc ぐらいウル足しとこうかってことはあったけれど、そんなレベルじゃないと減らないよ。 500cc も足したら大した使い方だな。そんなこともないな、という感じなので、むしろマメにオイルチェックをする癖がついたので僕は帰ってよかったと思っていて、はい、まあそういう、様々な要因があったというね、はい、ちょっとマニアックなお話をしてみましたけれども、こういうのは結構好まれるのではなかろうかとこんなくだらん雑談が好まれるのではなかろうかと思いながらお話しした次第でございます。はい、後で、サムネには、オイルクーラー目つぶしの画像でも貼っておきますのでぜひご覧くださいという感じでね、はい、今日の動画はここまでにしましょう。また次の動画でお会いしたいです。ではまた、バイバーイ。